真剣に考えてほしいの、別れること。は？お前らもうダメなのか。いや、ダメとかそういうんじゃないから。なんかこう、主人公をもっと痛くしてんだよ、俺らぐらい。これお前がモデルか。もうちょっと自分さらけ出した方がいいんじゃねえか。もっとこう、自分をさらけ出すっつうかさ。なんなん、バツイチとか映画監督って。だいたい映画監督はなんで玉村に住んでんだよ。あ、小川涼子です。初めまして。はじめまして。待ち人来たる家族の誰かが必ずや幸福な出会いを持ってきて、目の前が急激に開けるだ。よく見るし、車両もいらないから、どうせ払えないだろうし。悔しくねえのかよ、ボロッカス言われてよ。頑張って映画作りゃ神さんと世に戻せると思ってたんだろ。それが不純だっつうので、どうなんすか本は。男は狩りに出なきゃダメなんだよ。戦え戦え。俺見てみる。父ちゃん母ちゃん死ぬまでになんとかあと1本2本か3本、いや多いほどいいけど。